テルマ・アレサンドラ・ピント・モンテーロは、ポルトガルのリスボン出身の柔道家。身長は163センチメートル。階級は57キログラム級。リスボンのサンセバスティアン・ダ・ペドレーラ地区で生まれるが、アルマダで育つ。柔道は12歳の時に、姉のアナの影響で、家の近くにあった柔道教室に通うことで始めるが、 同時に取り組んでいた陸上競技やサッカーほどの興味を示せず一旦早める。しかしながらベーラマルアスレティッククラブで取り組んでいたサッカーでは周囲は年上の選手ばかりでベンチに待機することも多かったことなどからサッカーをやめて14歳の時に再び柔道を習い始める。本格的に取り組み始めたのは14歳からと比較的遅かったものの 52kg 級の選手として、ジュニアでは早くから頭角を表して、ヨーロッパのジュニアの国際大会では何度も上位に入賞する。18歳の時には、シニアのヨーロッパ選手権でも3位に入る活躍を示して、アテネオリンピックに出場するもののフランスのアナベル・ウラニトルーマニアヌ・ヨアナ・アル・アスリネアに敗れて9位に終わる。その後、 ジュニアのヨーロッパ選手権で優勝を成し遂げると世界ジュニアに出場して準々決勝で優勝した宿徳大学の西田優香に背負い投げで有効ポイントを取られて敗れるも3位となる2005年には前年に続いてヨーロッパ選手権で3位となりカイロ世界選手権では優勝した中国のリエに敗れるも3位決定戦では 前年のアテネオリンピックで敗れたディネアに一本、勝ちして3位となる。2006年には、ヨーロッパ選手権で、初優勝を飾り、さらには23歳以下のヨーロッパ選手権でも、優勝を果たす。さらには、福岡国際に 57kg 級で出場して、決勝まで進むも、ロシアのオルガソニナに一本負けして2位に終わる。2007年には、 ヨーロッパ選手権で2連覇を果たすが、リオデジャネイロ世界選手権では、決勝で中国の石春シシマサルに効果を取られて2位に終わる。2008年は、北京オリンピックに出場するも、3回戦で優勝した中国のショートを前に、総手狩りで一本負け、敗者復活戦でも、スペインのアナカラスコサに、技ありを取られて破れ、 アテネオリンピックに続いて9位に終わる。2009年になると階級を 57kg 級に上げて、1月のワールドカップソフィアでは優勝を果たすものの、2月のグランドスラムパリでは、準々決勝で、帝京大学の松本香織に判定負けして5位に終わる。続くグランプリハンブルクでは、準決勝で松本に、急木刀で一本が死した勢いで優勝を飾る。 4月にはヨーロッパ選手権に出場して優勝を飾り 52kg 級時代に続いて2階級制覇を成し遂げる5月にはグランドスラムモスクワに出場するが準決勝で松本に判定負けして3位となるその1週間後には地元リスボンで開催されたワールドカップリスボンに出場して優勝を果たす7月には グランドスラムリオデジャネイロに出場して決勝で小松のうだかないにつか投げで一本勝ちして優勝を果たす8月にはロッテルダム世界選手権に出場して決勝まで勝ち上がるもフランスのモルガネ・リボに指導2を取られて敗れ前回大会に続いて2位に終わるその後は怪我でしばらく大会から離れていたものの2010年の2月には ワールドカップブダペストに出場するが、2回戦でトルコのクドレとエジルメスに反則負けしてメダルなしに終わる。しかし翌週にはグランプリデュッセルドルフに出場して決勝では松本にソーエリー絞りで敗れるが2位となる。その後の表彰式では普段あまり笑顔を見せないと言われている松本の笑いを誘い出すなどユーモラスな側面も覗かせる。 4月には、ヨーロッパ選手権に出場するが、イタリアのジュリアクインタバレに敗れて3位に終わる。5月には、グランドスラムリオデジャネイロに出場して、決勝では再び、松本との対戦となり、前半は優勢に試合を進めて指導1を取るも、後半は守りに入って、指導2を取られて、再び2位に終わる。7月には、グランドスラムモスクワに出場するが、 準決勝で、オーストリアのサブリナ・フィルツモザーに、反則負けを喫して3位に止まる。9月には、東京世界選手権に出場して、準決勝でフィルツモザーをつか投げの技ありで破ると、決勝では、今年3度目の松本との対戦になったが、寝技の攻防では、なりふり構わず、場外に逃げ出すなど、松本優位のうちに試合を進められて、 途中二度ほど低い姿勢からの背負い投げで、松本を崩す場面もあったものの、延長戦の末に、小外刈りで一本負けを喫して、世界選手権では3大会連続の2位に終わる。11月には、グランプリアブダビに出場するが、初戦で、中国のリュウヤンに延長戦の末に、判定負けする。また、2010年からは、アイフのルールが改正されて、 下半身への攻撃は一発で反則負けになる、新ルールが適用されたことにより、背負い投げの他に、肩車や靴つき刀、つか投げなど、タックル系の技を、得意技にしていたモンテーロにとってはかなり影響が出る、ものかとも思われていたが、世界選手権で2位になったのをはじめ、国際大会で以前と変わらない結果を残したことで、新ルールにも十分適応できる能力を示した。 2011年の1月にはワールドマスターズに出場して決勝で松本と対戦するが今回は立つ背負いで技あり終了間際にもくっつき倒しで有効を取って優勝を果たして2009年2月のグランプリハンブルク以来約2年ぶりに松本から勝利するまた今大会で勝ったことにより松本の国際大会での連続優勝記録を7で ストップさせる。2月には、グランドスラムパリに出場するが、準決勝で、両徳寺学園の佐藤愛子に袖吊り込み越しで、技ありと有効、大内狩りで有効を取られて完敗して3位に終わる。2週間後のグランプリデュッセルドルフにも出場するが、準々決勝で、クインタバレに、反則負けして5位に終わる。4月には、ヨーロッパ選手権に出場して、 準々決勝で、クインタバレに十字固めで一本勝ち、準決勝でも、アゼルバイジャンのキファイアトガシモワに有効三つを取った、後に、片固めで完勝するも、決勝でフィルツモザーに、延長戦において、指導2を取られて2位に終わる。5月には、グランドスラムモスクワに出場するも、3回戦で、ロシアのイリーナ・ザブルディナに一本負けして、メダルを獲得できずに終わる。 6月には地元リスボンで開催されたワールドカップリスボンに出場するが準々決勝でブラジルのケトレインクアドロスに背負い投げで破れるが3位決定戦でモンゴルのチュメンオドバトゥグスを指導3で破り3位となる7月にはハンブルクで開催されたヨーロピアンカップでイギリスのソフィー・コックスを破り優勝を果たす8月にはパリで開催された 世界選手権に出場するが、初戦でドイツのミリアム・ローパーに小外がかりでよもやの一本負けを喫して、世界選手権では5度目の出場にして初めてメダルを逃した。10月にはグランプリアブダビに出場するが、準決勝でオランダのユール・フランセンと対戦した際に右足を負傷して危険負けとなり3位にとどまった。11月には、 ポルトガルスポーツ連盟から今年度の最優秀女子スポーツ選手として表彰された。さらに MTV ポルトガルと提携を果たした。2012年1月にはワールドマスターズに出場して準決勝で世界チャンピオンの佐藤愛子に背負い投げで一本勝ちするも決勝では松本香織に総襟絞りで一本負けを喫して今大会2連覇はならなかった。 2月には、グランドスラムパリに出場して、決勝で、佐藤愛子から開始9秒の大内狩りで一本、勝ちして、今大会初優勝を飾った。続いて、グランプリデュッセルドルフに出場するが、初戦で、世界ジュニアチャンピオンである、桐蔭学園高校の山本杏に、内股で一本負けを喫した。4月には、ヨーロッパ選手権に出場して、準々決勝で、 ハンガリーのヘドビグカラカスに技ありで勝った以外はすべて一本勝ちで勝ち上がり決勝でもギリシャのユリエッタブクバラを背負い投げで破って優勝を果たした5月には3週間ほど中国へトレーニングに出向いたさらに2011年度のポルトガル年間最優秀女性選手としてゴールデングローブ賞に選ばれたが中国に滞在していたために 姉のアナが代わりに賞を授かった。6月にはこれまでの実績が評価されて、ポルトガル政府より、功労勲章を、ポルトガル大統領のアニーバル・カバコ・シルバから直接、授与された。7月には、ロンドンオリンピックにおける、ポルトガル選手団の機種に選ばれた。ロンドンオリンピックでは、初戦でアメリカのマルティ・マロイに、 GS に入ってからの墨返しで有効を取られて破れ、サンドオリンピックでメダルを獲得することができなかった。ロンドンオリンピック後、最初の国際大会となった2013年2月のヨーロッパオープンソフィアでは決勝で龍谷大学の小野昭子を裏投げで破って優勝を飾った。続くグランドスラムパリでは準々決勝で、 ドイツのビオラ・ベヒターに一本負けするなどして7位に終わった。4月のヨーロッパ選手権では準決勝でフランスのオトーヌ・パビアに内股で破れるが3位決定戦でオランダのサンネフェルハーヘンを指導3で破り3位となった。5月にロシアのチュメニで開催されたワールドマスターズでは準々決勝でパビアに 大外刈りで敗れたものの3位決定戦では国士舘大学の山本杏に指導2で優勢勝ちして3位に入った6月には地元で開催されたヨーロッパオープンリスボンに出場するが2回戦でスロベニアのブロラベデティに敗れてメダルを獲得できずに終わった8月にはリオデジャネイロで開催された世界選手権に出場するが初戦でコソボのノラ・ジャコバに 内股またで技ありを取られて敗れた。9月のグランプリリエッカでは決勝でドイツのミリアムローパーに敗れた。10月のヨーロッパ学生柔道選手権大会では優勝を飾った。11月のグランプリアブダビでは3位だった。2014年1月には エコー柔道チームチャレンジ2014ヨーロッパ対アジアにヨーロッパチームの一員として出場するとモンゴルのドルジスレンスミアを片端彫りで破った2014年2月のグランドスラムパリでは準々決勝でパビアに終了直前に逆転の反則負けをキスすると敗者復活戦でも世界チャンピオンであるブラジルのラファエラシルバに合わせ技で破れて7位にとどまった 3月には、ヨーロッパオープンワルシャワに出場して、決勝で、オランダのフェルハー編ンを破って優勝した。4月のヨーロッパ選手権では、準々決勝でフィルツモザーアニアとサカ方で破れるが、3位、決定戦で、コリーナ・カプリオリを、背負い投げで破って3位となった。7月のグランプリウランバートルでは、準々決勝で、大友トモ・マに袖吊り込み越しの有効で破れたが、 その後の3位決定戦で、カラカスを背負い投げの技ありで破って3位になった。8月の世界選手権では決勝まで進んで、うだかないと対戦した。先に指導位置を取るが、終了30秒前に指導位置を取り返されると、GS に入ってから足取りの反則負けを喫して、世界選手権4度目となる2位に終わった。10月のグランドスラムブダビでは、決勝で、 フランスのレティシアブローを合わせ技で破り、グランドスラム大会で3度目の優勝を飾った。11月には2010年、2011年に続き3度目となるポルトガルの最優秀女子スポーツ選手に選出された。12月のグランドスラム、東京では準々決勝で山本安を技ありで破るなどして決勝まで進むも、松本香織に横四方型で破れた。 2015年に入ると2月9日付の世界ランキングで1位に躍り出た。5月のワールドマスターズでは初戦でフェルハーフェンに敗れた。6月にはバクーで開催されたヨーロッパ選手権を兼ねたヨーロッパ競技大会において決勝でカラカスを腕座十字型に仕留めて優勝を飾った。ヨーロッパ選手権での優勝は今回で5度目となった。 8月の世界選手権では準々決勝でパビアに有効で敗れると敗者復活戦でもドルジスレンに反則負けを喫して7位にとどまった。10月のグランドスラムパリでは決勝でドルジスレンを GS に入ってから指導2で破り、今大会3年ぶり2度目の優勝を飾った。12月にはポルトガルオリンピック委員会により、 今年度の最優秀選手に選出された。2016年2月には、怪我をした左膝じ帯の手術を受けた。3ヶ月は安静にしておかなければならないが、リオデジャネイロオリンピックまでには間に合うという。6月には復帰戦となるグランプリブダペストに、出場すると、準決勝で右コに、大外刈りの技ありで敗れたが3になった。 8月のリオデジャネイロオリンピックでは準々決勝で、モンゴルのドルジスレンに GS に入ってから指導を1で破れたが、その後の敗者復活戦で、タビアを腕座十字型で破ると、3位決定戦ではカプリオリューを有効で破って、銅メダルを獲得した。なお、閉会式では騎手を務めた。2017年7月には、 オリンピック以来約11ヶ月ぶりの国際大会となるヨーロッパオープンミンスクに出場して優勝を飾った。8月の世界選手権では準々決勝でローバーに敗れるとその後の3位決定戦でもフランスのエレーヌルスボウに技ありで敗れて5位にとどまった。12月のグランドスラム東京では2回戦でカラカスに敗れた。 2018年2月のグランドスラムパリでは、準々決勝で、吉田司と対戦すると、技ありを選手するも内股で逆転負けするなどして7位に終わった。2018年3月のグランドスラム、エカテリンブルグでは準決勝で、玉木桃を技ありで破ると、決勝では、台湾のレンチンレイに合わせ技で一本勝ちして、グランドスラム大会5度目の優勝を飾った。 4月のヨーロッパ選手権では準々決勝でコソボのノラ・ジャコバに1本負けするも3位になった。7月のグランプリザグレブでは初戦でカナダのジェシカ・クリム・カイトに反則負けを喫した。8月のグランプリブダペストでは初戦でフィルツモザーに反則負けした。9月の世界選手権では2回戦で吉田に横四方型で敗れた。 11月のグランドスラム、大阪では、初戦で、世界ジュニアチャンピオンの船、久保遥に、横四方方で敗れた。2019年2月のグランドスラム、パリでは2回戦で、クリームカイトに、反則負けした。2019年3月のグランドスラム、エカテリンブルグでは準決勝で、カナダの出口クリスタに敗れると、3位決定戦でも、クリームカイトに敗れて5位だった。 3月のグランプリトビリシュでも、初戦でフェルハーヘンに敗れた。5月のグランドスラムバクーは準々決勝で、ドイツのテレーザ・シュトールに、大打ち狩りで敗れるなどしてまないだった。6月のヨーロッパ競技大会では準決勝でジャコバに、反則負けして3位だった。団体戦では準決勝のオランダ戦で13分、近い戦いの末に、フェルハーヘンを、 技ありで破りチームを決勝に押し上げるが、ロシア戦ではダリア・メジェツカヤに開始早々一本、負けすると、チームも2位にとどまった。7月のグランプリザグレーブでは準々決勝で、イギリスのネコダスミス・デイビスに破れるなどして7位だった。8月に、東京で開催された、世界選手権では3回戦で、シルバに、反則負けを喫した。 10月のグランドスラムブラジリアでは準々決勝でスミス・デービスに反則負けするとその後の3位決定戦でも地元のシルバに技ありで敗れて5位だった12月のワールドマスターズでは準々決勝で吉田に敗れるもその後の3位決定戦でレンチン・レイに反則勝ちして3位になった2020年1月のグランプリテルアビブでは準決勝で スロベニアのカヤカイゼルに技ありで敗れると3位決定戦でもジャコバに技ありで敗れて5位だった2月のグランドスラムパリでは準決勝でドルジスレンに立ち姿勢から倒れ込む湧き方を仕掛けて反則負けを喫したため玉木桃との3位決定戦に出場できず5位だった10月のグランドスラムブダペストでは準決勝で留守棒に一本負けすると 3位決定戦でも、イスラエルのティムナ・ネルソン・レビに、技ありで敗れて5位だった。11月のヨーロッパ選手権では決勝まで進むも、からかずに、反則負けを喫した。しかし、今回ヨーロッパ選手権で14個目のメダルを獲得したことにより、女子選手では、オーストリアのエディト・フロバットと並んで、トップタイとなった。千二十一年一月のワールドマスターズでは、 準々決勝で、サラレオジクに、技ありで破れると、3位決定戦でもジャコバに、技ありで破れて5位だった。4月に、地元リスボンで開催されたヨーロッパ選手権では、準決勝で、ジャコバ、決勝で、スロベニアのカイアカイザーを、それぞれ一本勝ちで破って、今大会6度目の優勝を果たした。35歳での優勝は、史上最年長を記録することになった。 6月の世界選手権では準々決勝で玉木に反則負けを喫すると敗者復活戦でもセルビアのマリカ・ペレシッチに反則負けして7位だった7月に日本武道館で開催された東京オリンピックではオリンピック5度目の出場となったが2回戦でポーランドのユリア・コバルチクに反則負けを喫した11月のグランドスラム・アブダビでは 決勝でフランスのプリシュラネと技ありで破って史上最年長となる35歳334日でグランドスラム大会優勝を成し遂げた。これにより2024年のパリオリンピックまで現役を続行することに決めた。イフ世界ランキングは3599ポイント獲得で7位。ありがとうございます。